医療とか福祉の専門家ではないんですけど、こんな本を作っちゃいました。で、ケアする街をデザインする、街づくりだったりとか建築のデザインだったりっていうのを考えていて、それがやっぱりこの超長寿社会になった時に、やっぱりおしゃれとかかっこいいだけでは地域って成り立たないなっていう危機意識を持つようになったんですね。で、その時におしゃれでかっこいいっていう街でもあるし、それから人々同士が少しずつケアしながら住みやすい街であるという、この両方をうまくバランスさせているような街ってどういうふうに出来上がってるのかな、まあ、こんなことを全国4カ所地域を巡らせていただいてお話を聞かせていただきました。で、その中にはやっぱり医療、看護、介護、あるいは福祉、こんな方々と、それから建築やデザインの方々が何度も何度もやり取りしながら、街を作っていくというような過程が見えてきたんですね。そのことをまとめた本ですので、まあ、これはどちらの領域にいらっしゃる方々にも読んでもらいたい内容だなというふうに思います。よろしくお願いします。